モファット軍はアメリカ合衆国コロラド州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,795人であり、2000年の13,184人から4.6%増加した。面積ではコロラド州の軍で第2位である。軍庁所在地はクレーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 軍内人口の約7割がこの都市に集中している。モファット軍は1911年2月27日にラウト軍西部が分離してコロラド州議会によって創設された。軍名はコロラド州の大物実業家で、この都市1911年に死んだデイビッド・エイチ、モファットにちなんで名付けられた。モファットの鉄道であるデンバーのスウェスタン,アンドパシフィック鉄道はデンバーから ソルトレークシティまでの線を建設しようとしていた。1913年に再編された、デンバーソルトレーク鉄道は、モファット軍の軍庁所在地、クレーグまで届いたが、そこまでに終わった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は4750.94平方マイルであり、このうち陸地は4742.25平方マイル。 水域は8.69平方マイルで、水域率は0.18%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウルフクリーク野生生物管理地域。ありがとうございます。